はい、どうも皆さん、いつもでございます。それでは今回もこちらですね、ドラゴンクエスト11続きからやっていきましょう。では前回までのあらすじです。虹色の枝を求めてダーハルーネの町を訪れた出雲たちはシルビアの船があるドックに向かうが、海の男コンテストの影響で閉鎖されてしまっていた。出雲と甘美はドックを開けてもらおうと町長のラハディオを訪ねるが、なぜか追い返されてしまう。町長に追い返された出雲とカーミンは、町長の息子である少年ヤヒムが喉に呪いを受け声を失ってしまったことを知る。呪いを解くのに必要なさえずりの蜜を手に入れた一行はダーハルーネの町へ引き返すのであったと。はい、もうその通りでございます。じゃあ、ヤヒムだっけあんまり聞き慣れないというか言い慣れない名前だからさ、ちょっと覚えづらいんだけど、あれだって、あれここ登れたけどね、ここ登れたはずなのに、なんかお店が開いて、お前お店出店する場所考えろ、お前。海の男コンテンツにちなんで、この海の男の俺を商品として出すぜ。世界で一つだけの限定品だ、買っていくかい？いいえ。なんだよ、残念だな。自分で言うのもなんだか若くてかっこよくてお買い得だと思うから、せめてじゃあ顔出せ。顔を売りにしろ、かっこいいって自負するんだったら、あらゆるところが通れない。ごめん、ちょっと遠回りしなきゃいけないわ。だいぶ前に戻ってから行かなきゃいけないのかな。こっちからぐるっと回って、上のルートで行くべきか？なんかあれだよね。灯台というかさ、このマップ上でいう右奥の灯台みたいなところ？灯台じゃないのかな？ちょっとした見張り塔みたいなところ、あそこのふもとにいたよね、確か。おい。まっすぐ向かえばよかったな、変なルート使わずに。あ、セーニャちゃんがいるけど、あれいないわって、確かこの辺りに、そうですよね。確かこの辺りにいたのに、あの子たちどこに行ったのでしょう。確かに声が出ないなんて苦しいでしょうし、早くさえずりの蜜を渡して喜びの声を聞きたいですわ。出雲様はコンテストの席取りをお願いします。あ、そっかそっか。あ、そうだったそうだった。俺任されてたのはあれだわ、席取りの方だけだったわ。じゃあ席取りに行こうか。正面がいいかな、やっぱり正面がいいのかとかあんのかな、どうなんだろう。その辺は正直でもシルビアちゃんにね、シルビアちゃんって言うべき、シルビアさんって言うべき、まあ、それはどっちでもいいか。ね、シルビアさん的に一番なんか目玉にしてたっぽいからね。そのシルビアさんどこにいるか皆さん覚えてます？あそこでね、万全の待機してますからね。よし、じゃあ正面行って陣取ろうか。早いに越したことない。やばい、夕方になってきちゃった。やばい、早くしないと始まっちゃう。あれ、なんかちょっと待って、なんか見覚えあるマントだったな今。なんか王国の人じゃないの？こちらのお兄さんたち、お二人ともサラサラツンツンと髪型が決まっていて男前ですね。いや、それほどでもないですよ。どうもありがとうございます。そんなに男前なのに見物とはもったいない。何？ぜひ海の男コンテストに参加してください。いやいや、海の男って言えばちょっと髪は海賊っぽい感じなくはないけど。おいおい、おっさん、うん、こういうやついるよね。俺たちはコンテストなんかに付き合ってる場合じゃ。やべ、こういうやつは有無を言わさずパターンが。あ、おい、やっぱりやばいね。怪しくないか。怪しいもん何もさ、ほらなんだっけ、名前全然思い出せないけど、逃亡者は人混みに紛れるもの。なるほどね。このコンテストを利用し貴様を炙り出そうと画策していたが、その必要はなかったようだ。まさか人目もはばからず堂々とコンテスト会場にやってくるとはな。いや、なんかこっちの方だとさ、そんなに噂が出てなかったからさ、ワンチャンいけるかなって思ってたんよ。やつのあの鎧、まさか。そう、そのまさかさ。ダーハルーネの民よ。お、あれさっきまでこんなに観客がいたか。デルカダール王の右腕。あ、そうそう、ホメロス。軍師ホメロス。いたな。デルカダールっていう名前すらちょっと忘れかけてたわ。あの者こそ悪魔の子、ユグノア王国を滅ぼした災いを呼ぶ者だ。ああ、ユグノア王国をやっぱりそう滅ぼした。なんか別にでもさ、ほら、幼子だったからさ、別に呪いはかかってるのは俺のせいかもしれないけどさ、そんな直接的に私が何かを手を下して滅ぼしたわけではないじゃない。そんな意味嫌わなくてもいいと思うんですけど果たしてどうする、この窮地。一体バトルするのか、それとも何かしら逃げる方法があるのかい、どうなんだい。さあ、忌まわしき悪魔の子よ。とりあえず一戦交えなきゃいけないから。でも、二人だけだよ。我が手中に落ちるがいい。他のメンツは助けに来てくれないのかい。おいおい、マジか。
あ、やっぱりそうか。一旦は一戦交えなきゃいけなくて、まあ兵士たちとやるって感じか。普通にやばいな。 MP 早く回復してくれよかった。これでどうだ。まあまあいいでしょう。とりあえず神はほっときましょう。なんかこれあれかな、戦ってたら途中で応援に駆けつけてくれる熱いパターンのやつかな。大変なことになってるわね、お待たせとか言って全員集まってくるパターン、それとも自分がパーティーメンバーに設定していた人によってその助けに来てくれる人が違うみたいな、そういう設定あるのかな。一人眠ったね。ただどうしようかな。結構あれだね、連続で持ってかれるね。一旦回復はしとかないとまずいよな。あー結構 HP マックスぐらいだったけど、まあちょっとまずはでも人減らした方がいいのかな、どうなんだろう。うん、とりあえずね、カミューで人減らしてもらわないことにはだよな。結構きついね。ちょっと待って、特技違う、作戦替え、全員命令させろ。よいしょ。で道具で薬草薬草はあれか、カミューが薬草使えばいいか。ただ MP もなちょっと上限があるからな。一撃一撃が意外と重いんだよな。そして完全に私事なんだけど、今すんごい目がかゆいのすんごい目がかゆいせいでさ、全然今さあれなんだよね、画面ずっと固めて見てんだよ。すごいやりづらいのこれ意外と。道具で薬草で自分のことだけ回復させようか。それどうしましょう。なんかねこの時期何なんだろう、急にね今最近目がかゆくてね、花粉って今この時期5月ってもう過ぎてる。呪文、あなたか。薬草自分意外とピンチじゃない。あ素晴らしい。あー大事大事、そういうの大事。呪文ホイミ、ちょっと一旦回復を優先したい一旦ね。てかでもマジホイミとさ薬草ってそんなに回復力変わんねえんだな。ちょっと一旦これ無理してでもさ攻撃した方がいいかな。なんか全然あれだわ、攻撃が減らない。でもこれはさすがにな、この HP の状態で見過ごすわけにはいかないよな。ぴったり30ぐらいなんだね回復量が。呪文、特技火炎斬り、よいしょ、お行きなさい。オッケーオッケー。ゾーンに入って連携で、シャドウアタック、敵全体に仕掛ける。お宝ハンターって何。へえ、それでもいいっちゃいいけど、ちょっと待って火炎陣も使っちゃおう。敵全体だからこれで回復をしてても要はダメージが入るわけだからでかいね。やっぱ人数ってあれだな、数の暴力って有用だよな。あーやばい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 、死んじゃう。それこれそれ出雲に来たら死んじゃう。あーよかった。道具薬草、とりあえず出雲は生かそうか。出雲を確実に生かして、あーどんどん死んでいく、助かる。もうお前死ぬだろいやゾーンに入ってからなんとかなったものの、あれだね、ゾーンに入ってなかったらちょっと長引きそうだったね。あ、このタイミングでレベルが上がった、ラッキー。ラリフォーか。2ポイント、スキルポイントは全然。今2ポイントもらったところで多分割り振れないからね。さてどうなるんだい。いくら倒してもキリがねえ。どんだけ兵連れてきてるんだよ。まあ別に船一隻で行ったら何十人か連れてこれるのか。さてこの状況どう切り抜けるのか。無駄なあがきはやめるんだな。さあおとなしく。てか我々の仲間たちはどうしてるの。待ちなさーい。あほらやっぱり来たシルビスさん。あーいいね、頼もしい感じの仁王立ちの2人。私の仲間においたする子はお仕置きよ。お仕置きよ。いやこいつらいつの間にこんな仲良くなったの。おいなんだあいつらは。警備の者たちは何をやっている。あ結構やばそうだよ。
そんなレベルのこと使えたの？それ普段ね、やってくんない？メラってこんなもん。え、あ、MP の消費が大丈夫？ MP の上限。ああ、めちゃくちゃになっちゃう。ああ、お祭りがめちゃめちゃになっちゃうよ。まだ仲間がいたとはな。さっさと取り押さえろ。まあ確かに逃げた頃からしたらね、仲間が3人も増えてますからね。いや、ちょ、頭が悪すぎない？せめてこっちだけ確保しときゃいいじゃん。なあ、こいつらはひとまず取り押さえろっつってさ。お二人ともこちらにお逃げください。あまりにもザル警備すぎる。いやあれ、こいつってさ、なんか軍師とかじゃなかったっけ？なんか頭が切れる切れ者みたいなさ。いやあまりにも。いやそれは見つかるだろうな。え、何その使い、明らかに闇を感じるんだけど。え、大丈夫？え、あ、ちょっと待って、多分呪いっぽい。それなんか嫌な感じがする。神様。え、これしばらく神を使い物にならないとかあるかな。俺のことは構うんじゃない。お前だけでも逃げるんだ。神だけ捕まっちゃうのかな。また助けに行くの面倒。ああ、まあ手を引っ張られたら致し方あるまい。なんとかなるのかな。まあそもそもなんかね、呪いっぽいのを受けた感じもあるから、それの進行具合というか呪いが大丈夫なのかというところも心配だし。あら、捕まって一応人だらくついたんだ。ああ、警備がいる中どこかに逃げ隠れ応せたのかな。何かかくまってくれる人がいたのだろうか。じゃないとだって町のさ、結構な人たちにこう知れ渡ってた感じするけどね。ここまで来ればもう大丈夫よ。大丈夫だな。みんな怪我がないみたいでよかったわ。全然見つかりそうだけどね。でも神様が捕まってしまいました。今頃一体どんな目に。まあね、平気でドラクエの世界って温厚に見えて意外と平気で人殺しちゃうからね。大丈夫よセイナちゃん、あの神ちゃんがそう簡単にどうにかなるわけないじゃない。まあそういう考えもあるけれども。それにしてもわけわかんないわね。悪魔の子のあなたが邪悪の神ちゃんを倒すってどういうこと。まあややこしい話にはなってるよな。この方はデルカダール王国から災いを呼ぶ悪魔の子というお面を着せられ、追われながら旅をしているのです。その理由が知りたいよね。そもそもとしてデルカダールで悪魔の子っていうのはいつどのタイミングで広がった。なんか出てたっけ。いずれきちんとお話しするつもりだったのですが、巻き込んでしまってすみません。いやーねえ、そんなこと気にしてないわ。初めっから彼は悪い子じゃないって分かっていたもの。シルビアさん。そんなことより今度はこっちから動くわよ。神奪還作戦か。急に戦闘モード。街の中は、まあ、バレないようにね。兵士ちゃん、ほんと何でもチャンつけんな。無駄な争いは避けられるはずよ。いや、建物の中ってさ、住民も敵なんだからさ、まずは街の真ん中にある大きな橋の上から神ちゃんの様子を探ってみましょう。なるほどね。さあ、宿屋から屋根伝いに行くわよ。宿屋から屋根伝いね。宿屋ってさ、右側じゃなかったっけ。そうだよね、宿屋自体が右側だから、まずはあっちに行かなきゃいけないってことね。ちょっと漁りますよ。HP は、あ、マックスになるんだ。ありがたや。あなた悪魔の子だったんですか。道理で怪しいと思いましたよ。どうか殺さないでください。どうか命だけはお助けを。だったらその屈強な体で俺を隠して歩いてくれないか。大丈夫、脅されたといえば命は取られないで、いや取られる可能性もあるな。まあなんか遭遇したら普通に戦闘とかにはなりそうだし。おお、普通に見えてるけどな。どうもこんにちは、悪魔の子です。どっちからどう行こうか。そこがザル警備だから、ぐるぐる回ってんのかな、あの人。この人が回ってるのか、折り返しか。ああ、折り返しか。ここ通してくれないの。僕は両親はあんたに操られた魔物に殺されたんだ。あ、操られた。ああ、なるほど。この悪魔の子が、あ、やべ。悪魔の子が操って何か、あの、厄災を起こしたということになってるってことかな。
ちょっと待ってね、あの人の多分後ろを、このタイミング、このタイミングでこっち行って、こいつずっと後ろ向いてるからこれで OK。で、これあっちはさすがに行けそうにないから、ここを降りれない。ここ降りれないぞ。建物の中か？道具屋の中でも通れるのかい？失礼するよ。しがない。お前だけやるか。まあやれる分はやっていきましょう。まあなんか逃げてる最中にいろんなやつを引きつけてしまいそうだったからちょっとめんどくさいなというところでした。以上です。現場からは以上です。そっかそっか、シルビアさんは無知キャラにしたのかね。いや距離近くない？それ自爆もあるよ多分。あとはまあ連携爆炎切りね、敵一体か。でもまあ一体ずつ片付けていこうか。そんなに別に何を急ぐわけでもあるまいし。だから今のところどうやって切り抜けようかなっていうのがね、別に今のところ疑問なんだよね。はい、こいつやりました。ちょっとじゃあ邪魔なやつが一体減ったということでプラスはプラスでしょう。あっちは通れないんだよね。で、マップ見ようか。で、ここの間降りる。あ、ここか、ここか。あ、ここ入れるわ。おー、なるほど。ちょっと行き過ぎてたわけね、私。よーよーよー、悪魔の子がお通りだ、てめえら。道を開けな。頼むから見逃してくれ。お助けください、まだ死にたくないです。どうか子供だけは。あんたに恨みはないが、お客さんが怖がってるんでね、悪いけど早く出てってくれないか。おー、マスターかっこいい。子供たち、ち、ちって言ったらなんかやろうとしたみたいだね。違うんですよ。なんか話しかけようかな、ちょっとお声掛けしようかなって思っただけで、別に何かしようとした思いはないんですよ。はぁー、やばい、これ連続するかも。まあいいや、ちょっとこの辺は片付けていきます。よし、いや、なんとかなったね。まとめてやれたから、ここが通りやすくなったというプラスな思考でいこうか。ここが通れるってことだね。こういうことだ。こっちに行って、で、まだ下からこう、ずずいずずいと行きまして、あまりね、周りを警戒しすぎていても結局はね、ダメなんで、こいつこっち来んのか。オッケー。ああ、追っかけてきてる！しつこい男は嫌われるわよ。あ、急に諦めた。これ、とりあえず、よいしょ。とりあえず宿屋に行けばいいんですよね。宿屋の屋根からって言ってたんで、よいしょ。入れる？入れるんだ。ありがとう、宿屋。こんな時だけど休んでっかい？どんな人だれ？困ってる人は助けろと小さい頃に教わったもんでさ。さて。優しい。いや、天使では？どんな人でも困ってる人はって、いやー、優しい。銀行はなんだ、強盗でもする気が必ず取っていきな。え、普通に銀行利用したいだってか。勝手にしなよ。じゃあ、いや、急に変わる。はい、いいです、いいです。そしたら上行こうか。上行って屋根伝いにって言ってたよね。確かにね、前に来て、あ、ちょっとこういうの話しかけておきたい。悪魔の子ですが、キャー、なんか悪魔の子って何？どうしてみんな怖がってるのかな。するに私見つけたのは3階からお外に出れるんだよ。でも登ろうとしたらママに怒られたの。知恵つまんない。いい子だ。別に何もしないからね、大丈夫だよ。じゃあ屋上に上がって、屋上、屋上、ん？お？お？あ、トイレで普通に出るんだっけ。なんかはしごなイメージだったわ。あ、そう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 、ここがはしごだったね。ここから上に上がりまして、そう、あのね、探索してるときにね、なんかここ見つけたから、あの、宿屋の上でって言われたときにね、ここなのかなとは思ったんだけど、あれ？あ、そうそう、ここね。よいしょ。はいはい、急ぐよ。ほら、あそこの宝箱開いてるでしょ？あの、探索時にね、このルート見つけちゃったんだよ。でも何に使うんだろうと思ってたんだけど、あの、話が進んだときピンときたね。さて、じゃあそっちまで行って、そっちまで行ってでもどうするので、あ、そっかそっか、真ん中の端のところまで行って様子を見るって言ってたんだよね。まあもうこっからで十分見えそうだけどね、様子は。あそこにはなんかいるか、なんか、いや、兵士が溜まってるだけか。
神はなんかいなさそうだね、確かに。でもそんな見えるところに、あ、見えるところに出してでもなんかおとりというかさ、餌にする気はあるのかな。あそこ、あ、神絞られてるんだ。姿を現したまえ、悪魔の子よ。町のどこかに潜んでいることなど私には分かっている。そんな誰でも分かってんだろ。私にはというか誰でも分かってんだろ。早く出てこなければ。お前実はあんま頭良くないな。この命私がもらい受けるぞ。それをいつまで待てるかという話だね。期限もつけないし。気が短いわね。早く行かないと神ちゃんが危ないけど、正面突破は分が悪いし。何時までに現れなければこの者の命もらい受けるぞってしないとさ、はっきりしないじゃん。ゴンドラ乗り場からステージの裏手に回れる通路があったはずよ。そこを通ってステージに近づきましょう。ゴンドラ乗り場、北西のゴンドラ乗り場。はあ、はあ、またそっち側まで行かなきゃいけないのね。ステージの裏手に回れる通路があったはず。そこを通ってステージに近づきましょう。そこから飛び降りて、うん、町の水路沿いにあるゴンドラを使えばそこに行けるはずよ。さあ、カミちゃんを助けに行くわよ。オッケー。あ、オッケーオッケー。そこ飛び降りれるの？と、あ、あー、なるほど。こう？わー、かっこいい。わー、かっこいいってなんか、汗乾燥。で、そっちまで行かなきゃいけない。そこね。今、それのことを言ってたよね。ってことは、普通に、ここぐるって回るだけでいい？よいしょ。こっちから？これでいい？いやさ、ここのさ、兵士たちさ、怠慢、職務怠慢すぎるよな。もう、悪魔の子がこの町にいるって分かってんだからさ、常に警戒しとけよ。キョロキョロしとけよ。後ろ通られるって一番恥ずかしいだろって、これ自分で運転するのかよ。タクシーみたいにどこまで行くってなるのかと思ったらさ、ステージ裏うんぬんとかしてね、北西にあるなんちゃらからステージ裏へみたいな。ここえ、ちょ待って。はい、ここのことかな。こんにちは。これちなみにさ、他で降りられるところで宝箱とかあったのかな。おや、あんたは逃げなくても大丈夫なのかい。この先のステージではホメロス将軍が悪魔の子を探してて物々しい雰囲気だぞ。え、俺は逃げなくてもいいのかって。何が起ころうと平常心で待ち続ける、これぞ釣りの極意だよ。そう、決してぼーっとしてて逃げ遅れたわけじゃないんだ、ブルル。まあでも結局何もしないからお前の考えは勝ちっちゃ勝ちだよ。さて、ここから裏手に回ってってことかな。そうっぽいね。なんか宝箱とかありそうだけど、樽。しかもあの、壊せないタイプね。踏んだら壊れるタイプの脆い樽。あ、なんだなんだお前は。むにゃむにゃ、アンクマのごめん。あん、なんだあんたは。うわ、アンクマの子、ここは通さねえぞ。なんで？別に通ろうと思えば通れそうだけど。通ってはいけない理由もあるのかい？っていうか、ここを通ったら、あれか、物語的に支障が出るからか。ここから？あ、ここから出られそう。いやでも泳いでどこか隣のところに行けるわけじゃないだろうな。がっつり裏取れてるし、あいつと目合ってる絶対。あの兵士ザルにも程がある。まだ見つからないのか。役立たずとも。めこんな雑魚の見張りなど私一人でいいから、もう一度悪魔の子を探してこい。こんな雑魚の見張り、なんかこいつやっぱり表現とかさ、話し方とかさ、節々ちょっとだけあの軍人ちゃんを倒して、なんか賢さが欠けてるんだよな。助けましょう。ハートつくのやだな。いや、嫌って言っちゃいけないんだけどさ、キャラ的には美味しいからさ。ホメロスをね、やるべきなのか。あ、勘はいいようだ。いつの間にこんなところまで。勘が悪すぎるな、逆にでも。ネズミどもめ、悪魔の子もろとも、私一人で肩をつけてくれるわ。まあじゃあホメロス戦か。まあさすがに骨は折れそうだな。二刀流か。まあでもこれ、あれだね。戦ってる最中にさ、味方じゃねえや、敵が来そう。ちょこちょこ喋んのうるせえな。火炎切り。火炎切りでいくつ入るかな ?23 はでかいんじゃない。これ、通常攻撃じゃ20とかいかです。うわ、ヒャドが強え。ありがとうございます。そういうの素晴らしいです。あー、ガード率か。こっちも一撃はガードした。ちなみにさ、あれだよね、ガードってどうせ魔法とかはガードできないよね。よいしょ。ダメージは蓄積していこうか。ああ、いいね。みんな分かってるね。素晴らしい。一方的だ。せっかく武器のガード率上げたのに。痛い。なんか闇っぽい魔法。ドルマって闇魔法じゃなかったっけ？関係ないか。呪文耐性が上がった。え、なんか、すごくない？
なんかあの過去が手厚い。みんな自動のあのバッチリ頑張るの AI がすごい。リホイ見かけてくれるしありがてえ。何よりベロニカのあれなんだよな、シャドウが強いから。いやいいですいいです、それ以上はすごい上げてくる。67ダメージでかいな。魔法トーンか。あーあいいね、ゾーンに入ってイオかシャドウでいいんだけどな。いやイオ強えな。いやすげえな、なんか容赦ねえなみんな。もう やろうぜ、もっともっと。あ、呪文封じ込められてんのか。じゃあ特技で火炎切りで、これガードされちゃう。あ、ガードされないんだ。武器ガード率戻っちゃったしね、悲しいね。いや痛そう。でもこれが呪文耐性上げてるからか、呪文耐性上げてるからこれぐらいのダメージで済むのかな。あまりにも強い火炎切り。いやしかもさ、そういつも戻ってって思って、あまりにも近いよ距離がと思って。ベロニカ回復しなくてよかったのかな。でまた38か、でけえな。またソードガードが入りました。あ、千夜、それはやばいね。じゃあ一旦しか呪文封じられてるから薬草か。ちょっと薬草でも攻めてかましとくか。はい、これ食べてね、苦いけどね。シルビアの攻撃が意外と合計34だから毎回でかいんだよね。キャドありがてー。38か、そこの二人がオッケー入りました。バギーを唱えました。でこれは呪文耐性あるから割と抑えられるようになってる。で銃回復する。あ、ホメレスもうあれだね、赤になってきたね。あ、呪文が唱えられるようになってるからメラやっとこうか。よいしょ、武器ガード率が上がってるからガードされてしまうよりは何かしら攻撃を当てられた方がいいといったところですね。はいよ、46でけえ。スカラ、ああベロニカにはスカラをかけるようになって。お姉ちゃん思いだ、死んじゃったわお姉ちゃん。お姉ちゃん死んじゃったわ、ごめんなお姉ちゃん、救えなかった、救えた命だったのに。ガード率上がってんだ、ガード率上がってるからメラにしとこう。今多分でも復活のあれを何も持ってないからさ、終わっちゃったわ。ベロニカ、守れた命だった、すまなかったよ。2000ポイントの経験値、これ多分あれなんだよな、死んでると多分経験値もらえないんだよな。ピオリムの呪文ね、シルビアのレベルが上がったと。はい、振り分けはまた今度。ごめんねベロニカ、ちょっと遅れちゃう、成長が。2000ポイントぐらいの経験値分でけえな。2000ポイントは、この私に膝をつかせるとはなかなかやるであろう。神様、ご無事ですか。今お助けいたします。何も言わない、ありがとうも何も言わない。でも立ってられないって。あー、でもなんかまだ元気そうは元気そうだけど、異変駆けつけるの遅いし。悪魔のことその一味め、よくもホメロス様を。すべてはこいつの采配ミスだけどな。こんな雑魚の警備一人ぐらい渡して逆だと思うけどな。何も変わらぬ、貴様らはここで囚われる運命なのだ。逆に雑魚だと言い切るなら警備をこいつらに任せて自分が借り出るべきだったんじゃないのか。だって目的はどちらかというと悪魔の子なわけでしょ。まずいね、追い詰められちゃった。おみんな安心して、もう大丈夫よ。なんだなんだ、アデュー。あらー、いや、この空気どうしてくれるん。裏切られたってこと。あー、ここで仲間に逃げられるとはな。まあ大丈夫よって言ってるから多分違うんじゃないかな。貴様の仲間など所詮はその程度のつながりだったということ。状況が読めない男だな。今宵のショーもここでおしまいだ。いや、なんかこういう争いをショーっていうやつはな、小物感すごいよな。ここでおとなしく私に捕まるか、海に落ちてサメの餌になるか。この距離、この海の、今ここで選ぶがいい。あ、まあでもそっか、別に浅瀬なわけじゃないからサメがいてもおかしくはないのか。なんだなんだ、ホメロス様、何が来る。周りをご覧ください、船か。え、びっくりした、携帯鳴ってんのかと思った。
勘違いしちゃったよ。船が来てた。でけえな船。これシルビアさんの船。うおー、かっけえ。かっこいいかな。この立ち方かっこよかったかな。みんな、なんか思わずかっこいいって言ってしまったけど。お待たせ、シルビア号のお迎えよ。えれー、立派な船持ってんだな。すげえ。アリスちゃん、あれが私の仲間たちよ。あのハトバスレスレに走ってちょうだい。ラジャー、ガッテン。予想外の声だったわ。しかもすげえ、ガタイからは想像がつかない繊細な操舵技術。行くしかない。いや、取り押さえろよお前ら。あの敵もさ、おーおーおー、ああ絵に描いたようにダメなやつらだな。いやいや、そんなうーんってなるほどの重さじゃないだろう。今宵のショーはなかなか楽しかった。あ、ショーって言った、ショーって言ったなお前。まあいいや、シルビアさんはそのショーっていうっぽいキャラだからいいや。どうしましょう、ホメロス様。このままでは。お前らそもそも何で来たの？船で来たんじゃないの？違うの？薄汚いドブネズミどもが、このホメロスから逃げられると思うなよ。今のところ割と逃げられそうな気がしてるんですが、なんか全然脅威と感じた点はないんですが、今のところ。まあここで船を出して一体どこに向かうかだよな。一時はどうなることかと思ったが、っていうかあれじゃん、声出させてあげてないよね。あの町長の息子にさ、蜜あげられてないよね。あげたのかな。お礼はアリスちゃんに言ってあげて。あの子はうちの船の整備士でね、船の操縦もお手の物なのよ。一人で全部やってんの？ね、お礼なんてとんでもねえがす。あっしはただ、なんだなんだ、なんであるよ。ただって 今必死に言葉待ってたよ。あっしはただの後何と、うえー、あらー、え、これやるのマジ。いや、何よこの化け物イカ、一体どこから湧いて出たの。この船、大砲とか積んでないんですか？これもしかして王国のあれですか？何か所有物ですか？私に逆らったことを海の底で後悔するんだな。こいつを用意しといたとかそういうことなのかな。さあクラーゴンよ。クラーゴン、思う存分その船をいたぶり、ネズミどもを海の木図にするがいい。あのサイズの魔物を所有物としてるの？なんかその方がより魔物を操ってる感あるけどな。なんなら、こっちに来るでぎっす。あっしはまだ知りたくねえでがすよ。思いのほかあれだな、すごい喋るな、アリスちゃん。なんだこの音は。なんだろう。ああ、なんだ、なんで、なんでってなんだろう。助けてくれたってことだよね、この船よりちっちゃい船たちが。なんか手法でも撃ったって。ダーハルーネの挑戦。ダーハルーネの挑戦。あの船はまさか、どのまさか。おお、かっこいい。あ、なんだ、どういう何だんそれ。え、なんか音波とか飛ばしてるのそれ。ああ、うるさくてかなわんわーってなってるの。まあ確かにな、普通の大砲撃っちゃったら危ないもんな。見て、あのでっかいイカが。ああ、やっぱりそうなんだね。破裂弾的な、その音だけでビビらす的な威嚇射撃はまた別の話か。あー、よかった。あー、ま、あ、渡せてたのか。よかった、ご無事なようですね。あの魔物はこの辺りの海をよく荒らすことで有名なクラーゴンなんです。お兄ちゃん、急にかっこいいな。僕だよ、ヤヒムだよ。僕、声が出るようになったんだよ。よかったね。息子からその音で聞きました。この子の声を取り戻してくださったのはあなたたちだったのですね。うんうん、その恩に報いるためにね。息子が声を出せなくなってしまったのは災いを呼ぶという勇者の呪いによるものだと、だから勘違いしていましたが、だから冷たくあしらったんだね、最初の時に。多分ね、息子から話を聞いて全て誤解だったと。理解のある素晴らしい
人物じゃないですか、ラファディオさん。申し訳ありません。いや、そして謝罪もしっかりできるという、もう人として鏡のような人間ですね。僕、この間街の外であのホメロスっていうおじさんが魔物と一緒に話してるのを見かけてね。やっぱりほら、クラーゴンもさ、ホメロスのおじさんに捕まって、あー、そうなんだ。魔物を潰されちゃったんだ。怖っ。え、もう、いよいよもってく、やばいやつじゃない？勇者が人を助け、正義で動いているはずのデルカダール王国が魔物とつながっていた。それが何を意味するのかわかりませんが。わからないことはないだろう。あなたたちは私の息子の恩人です。そういうのは置いといてならわかるけど。無事に逃げおおせてください。そんなことはどうでもいいから置いといて、とりあえず私の息子の恩人ですっていう話でしょ。悪魔の子よ。なんだい。その距離で届く素晴らしい声量。悪魔の声よ。聞こえているか。これ聞こえてなかったら笑うよな。なんてっつって。この手で捉えてみせる。せいぜいその時まで怯えて過ごすがいい。全部喋り終わったから、なんて言いましたっつって。あなたもデルカダールに逆らったせいで、これから商売がやりづらくなるだろうけど、うまく立ち回ってくれよな。確かにね。まあでもこの町だけに関して言えば、きっとラハディオさんの発言力って強いだろうから、まあそういうのをうちの息子が見て、あのデルカダールはちょっと暗い部分があると、で要はあいつはちょっとホメロスは信用すべきではないと、まあ商売はその後ね他の国とはしづらくなるだろうが、この国の中だけで考えればひとまずをなんとかなるんじゃないかなと思うんだけど、さてさて、果たしてこの船で一体次の目的地どこへするんだい。綺麗な朝日よ。ああ、一晩経ったわけね。まるで私たちの船出を祝福してくれてるみたいね。そういえばアリスちゃん、虹色の枝を買った商人について何か足取りがつかめて。ええ、足の聞いた話だとその商人はバンデルフォン地方へ向かったそうでげすよ。確かな筋の情報だから間違いなしでガス。シルビアのおっさん、あんた一応枝のこと気にかけていたんだな。アリスちゃんが優秀すぎるだけであってね、シルビアさんは何もしてない。シルビアのおっさん。待って待って、シルビアのおっさん怒らないんだ。世界の海を渡りかけて虹色の枝を探すわよ。まずは北東のバンデルフォンへ出発。バンデルフォンね。まああれだからな、ルーラ使えば一度もダーハルーネには帰れるからな。いやマジですごいな、一度訪れたことがあるところならば飛ぶことができるって本当に羨ましすぎるわ。マジで使いたいと思う日々が通常の日々でね、いくらでもあるよね。あ、すげえ船だ、やった。あれがダーハルーネね。あ、シルビア号の女王乗組員ね。乗り方、降り方。怒りのマークを迎えましょうと。船に乗るときは桟橋にいるアリスちゃんに話しかけます。まずはここから北東にあるバンデルフォン地方の橋を目指しましょう。桟橋か。北東って言うと、ここだな。ここか？ああ、それか。ピンクのマークついてるやつね。ピンクのマークついてるやつだけど、こことかは？ここなんない？ここは何の、町？村？メト島？なんか行けるところには、ちょっと行っておきたいみたいな気持ちがあるんだが、ははーん。なんかこの辺の敵が急に強いとかそういう可能性も、なきにしもあらずだよな。ちょっとまあ、こういうところは後回しにしましょう。何よりも次の目的地に早く行って、私ね、セーブがしたいんです。ああ、びっくりした。船ちっちゃくなったと思ったら、かっこいい。こういう図がすごく好きです。手前のこういうところまで小舟で来て、奥の方に見えてる母船みたいな、この構図がすごく好きです。さて、じゃあ、バンデルフォンだっけ？とりあえずそっちの方まで向かっちゃって、加速。まあなんかいろいろ寄れるところはあるけどね、あそことか。なんかここ、あれここって、あれじゃないか。デルカダールの時に最後に、あれじゃない、ワープした神殿じゃなかった今の。戦うか。とりあえずこれサクッと済ませるわ。
ということで、やっぱこれそうだよね、多分ね。最後あのグレイグ将軍にさ、あの崖下から崖上から降りてきてさ、追っかけられて飛んだところじゃないのかな。ああ、そう考えるとここで飛んで、どこだろうな。このすぐマップ上、この自分たちのいるすぐ下のところが砂漠地帯で、右上の方から上がっ、右側の方から上がってきたから飛ばされたとしては、距離的にはそんなにね、端から端とかいうわけではなさそう。はえー、まあというわけで、じゃあなんかここの海域怖いね。なんかああいうのはなんか入るとボスとかいそうなので、ちょっと近づくのはやめておきましょう。やるぞ。さて、地図地図、ああなるほど、そっちか。どこだ。ああそこか。早いところ着きたいな。よいしょと。ここかい、バンデルフォン地方来ました。なんか穏やかな感じの雰囲気に見えますね。そしてちょっと海の BGM バカでかすぎて、ちょっと私嫌になってますね。ちょっとこのおっちゃんの話は聞いとこうか。ここにはまだ悪魔の子の話来てない。道沿いに進めば宿屋があると、ありがたいですね。これ船の場所って固定だから、またここか、海に出ようと思ったらまたここに来なきゃいけないっていう縛りがあるよね、多分ね。漁るのは欠かさず漁っていきましょう。あ、ここから見える船もいいね、シルビア号。話聞いとくか。ここバンデルフォン地方にはかつて花の都と呼ばれた美しい王国があったんだ。魔物に襲われて滅びちまったけどな。今でこそこの港もひなびた、様子だが、当時はデルカダルのような大国との駆け足として栄えていたそうだぜ。なるほど、旅人を相手に優しくその辺の歴史を教えてくれるってことね。さて、じゃあ手っ取り早くその宿屋に向かいまして、終わりを迎えたいところですが、それまでに話が進む可能性もあるので、道中しっかりやっていきましょう。風車、風車か。風車で何をしてるんだろう。この時代の風車っていうのは何かしらね、生産物を生産している可能性が、脱穀機みたいな、水車でそれやったみたいなあるよね。宿屋はここかな。宿屋併設で多分教会があると思うので、よし、着いたね。オッケー、これでじゃあセーブができればベストなんだけど、ちょいちょいと、おセーブができますかしら。どうやって入るのかしら、ここ。あれ、どうやって、はここか、閉まってる。ちょっと待って、セーブできない。ちょ、いや、じゃあ話進めようか。行商の途中この宿を見つけましてね、良ければ売り物を分けて差し上げますよ。というわけで、はいはいはい、じゃあなんかちょっと見てみようか。ビッグブレード、毒針、毒針、はい、フラワースティック、なんか大体ちょっと弱いな。多分あれだね、俺が不思議な釜みたいなやつでさ作っちゃってるからだね。鉄の盾、ターバン、ウサミバンド、鉄の兜、まあ常薬草とかはちょっと入れ替えで欲しいぐらいかな、薬草の代わりに。 OK です、じゃあまたね。はい、宿屋。あ、教会ここか。あ、こいつあれじゃん、新しい鍵が手に入るんじゃないの。暗証番号じゃなくて、あれ、勇者様だ、ナイスタイミング。僕探し物が苦手で苦労したんだけど、あ、そう、合言葉ね、合言葉を見つけたんだよ。諦めずに頑張り続ければなんとかなるものだね。それじゃあ今から合言葉を言うからね。いつもは冒険の書の合言葉を教えてもらった。伝説への祭壇の、勇者の実家が解放されたようだ。その冒険の書の合言葉があれば、よっち村にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。そうそう、僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、よっち族を見つけたらまた話しかけてみて。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。勇者様、これからも頑張ってね。よっち村のことを頼んだよと。はい、というわけで、なんとかね、ダーハルーネの街を抜けまして、生き延びたというところで、今回ここでしようと思います。今回の動画もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またねー。